ンズホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。アシスタントの寺田由紀です。じゃあ今回はですね、8月26日配信、はい、メールマガジン堀江貴文のブログでは言えない話188号から読者の皆様からいただいた質問に答えてもらいたいと思います。はい、では今日の質問です。実家が小さなシルクスクリーン印刷屋をやっていますが、何か売り上げを伸ばす方法はないでしょうか、という質問ですね。シンプルな質問でいいですね。シンプルな質問でね、長い質問ってね、ダメだと思うんですよもうこういう簡潔の方がね。いやだって僕もね、毎週100問以上見てるわけじゃない、まあ要はもうこの実は質問も400文字までっていう制限を設けてるんですね。あ、そうなんですね。結構ね、メールマガジンって他の人のメールマガジンとか見てると、うん、質問が長くて、あで長いと僕まず読まなきゃいけないでしょ。そうですね。だから読まなきゃいけなくて、さらにそれに答えなきゃいけないじゃない、うん、で読者の人たちは僕のその質問、長い質問と僕の答えまで見なきゃいけないわけでしょ。そうすると疲れるじゃないですか。なるほどな。だから短い質問がいいという。皆さん勉強になりますね、これということで、はい、それに対して私が何を答えているかというと、はい、独自の商品ラインナップを増やすことですねと、うん、ネットでシルクスクリーン印刷屋がやっているユーザーを集めていそうなサービスを探し出しましょう、うん、そもそも素人はシルクスクリーン印刷が何か分かっていないので、うん、はい、具体的なサービス事例を紹介してあげないと分かりません、はい、その上で刺さりそうなキーワードでアドセンス広告を打つとか、うん、ソーシャルメディアで何かを仕掛けるとか、そういう感じですかねと、はい、まあ、具体的なプランはズバリってないんですけど、まさに正直私もシルクスクリーン印刷が分からないです、うん、そう、なんかインクジェットプリンターで印刷するのと何が違うんだ、何が違うんだと思ってます。まあ高級感があるわけですよね。なんかだからシルクスクリーンでやると、その、うん、まあ、例えば絵画とかでもすごく再現ができて、はい、あ、なるほどな。例えば300点限定で、うん、その有名な画家の その、作品をナンバリングして300分の1とかって、うんうん、ありますね。あるじゃないですか、番号がついてますね。あれシルクスクリーン印刷やってるはずですよね。あ、そうなんですね、はい、なるほど。まあ、今だと本当に高級なインクジェットプリンターでも同じようなことができるんで、うん、へ、だんだんなんかその差別化っていうのは難しくなってきてはいるんですけど、うん、まあそういうところで、うん、やっぱ売り上げを伸ばすっていうのはなかなか難しいよねと、うん、よくに、まあ、最近だとその 3D のものだって 3D プリンターっていうので、そうですよね、作れるようになってきてるわけですから、ありますよね、最近。まあ、こういうのはなかなか難しいですよね。なので、うん、まずそのネット上で何が受けてるのかっていうのを探しましょうと、うん、まあ、例えば分かんないですけど、うん、ピクシブみたいな、ピクシブって知ってますか？イラスト、ね、イラストのね、あの投稿サイトで今見せますけど、うん、ピクシブ、うん、ピクシブっていうサイトなんですけど、自分で投稿できるんですか？はい、ピクシブっていうサイトなんですけど、こういう、結構いいあのやつが載ってるんですよね、こうやって。うーん、あ、本当だ、ね、自分で描かれた漫画だとかそういうことですかね。結構クオリティ高いんですよ、うんうんうん、こういうのを例えばそのシルクスクリーンで300枚限定でやるようなビジネスとか、うん、あ、なるほどね。例えばね、例えばそういうものとか、うんうん、まあどうなのかな、もうやってるとこあるかもしれないですけど、うん、はい、なるほど。であとはサービスを具体化するって書いてますけど、うん、まあ、具体化、いや要は具体的にこういう風なハイクオリティで、例えばピクシブのイラストを印刷して数量限定で出しますよとか、うん、あ、なるほど、ね、そういうような具体的に分かりやすい事例っていうのを見せてあげれば、うん、まあユーザーさんは、あ、なるほどなっていうことで来るかもしれないよね。来ないかもしれないけど、ね、でも確かにそうですね、自分たちがやってることとシルクスクリーン印刷っていうのが、うん、あの頭の中で合致すれば使う人がかなり増えるかもしれないですからね、うん、そうそう。まあ、やっぱりなんかそのもともとね、この実家がやってるってことで、この人はシルクスクリーン印刷か何たるかって分かってると思うんですけど、うん、普通の人は分からないですから。分からないですね、はい。まあ、そういうところでやってください、はい、いうことです。いうことです、はい、ありがとうございます、はい。メルマガの登録はこちらで、 YouTube チャンネルもお願いね。